こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなこと、こんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊性向上の3つのチェック方法ということでお送りしたいと思います。はい、シゴスピラジオではですね、いろんな意味で、こう、自分が霊的にですね、向上していけるような、まあ、方法論だったり、あるいは気づきにつながるような情報発信、まあ、そういったことをですね、お話をしてきております。で、まあ、いろいろとね、その中で試されたりされている方もいるのではないかなと思うわけなんですけれども、まあ、ただですね、この霊性向上というのはですね、非常に抽象的でございまして、じゃあどうしたら霊性向上が果たされているのと、どのぐらい自分は霊的に向上しているんですかっていうのは、どうやって判断したらいいんだろうっていう疑問がおそらく湧く方も多いと思うんですね。で、まあ過去にもですね、そういったどのようなチェックしたらいいのかっていう話もしているんですが、今回改めてですね、非常に簡単にできる方法ということで、3つほど、ご紹介してみたいかなと思っております。何もですね、この霊性向上というのは、わかりやすい形でこう見えてくるものもありますが、だいたい微妙な変化なんですね。微妙な変化を自分なりにチェックして、あ、自分は間違った方向に行ってないなということをですね、日頃から確認しておくということが結構大事なので、そのためには微細な変化であるがゆえにチェック方法がないとですね、なかなかこう迷ってくると、本当にこれでいいのかなというふうに思うので、そのチェック法3つほどご紹介します。まず1つ目なんですけども、言霊チェックというですね、やつですね、言霊チェック、言葉によるチェック方法なんですけれども、まあどういうことかというと、いろんな言葉、私たちはいろんな言葉と触れ合いながら生きているわけなので、言葉による影響をいろいろ受けるんですね。で、その上で、まあ言霊の感度というかですね、そういうのをちょっとチェックしていくという方法があります。どういうふうに具体的にやるかというと、まあ、例えば、ポジティブと思われる言葉を10個。ネガティブと思われる言葉を10個、まあ、例えば用意しますと。まあ、紙に書いていただいてもいいですけども、それを一つ一つ読み上げるんですね。で、ポジティブな言霊に触れた時に、どのような反応が自分に起こるのか。まあ、冷静がですね、くすんでる状態というか、あんまり未発達の状態の人っていうのは、言霊の感度も低いので、いい言霊を聞いてもあんまり響かないというのがあるんですね。なので、今までとその言葉を聞いた時に広がるこう発想とかね、あるいはポジティブな言葉だったら、よりポジティブな方に引っ張られるような、ね、感覚、そういうものが大きくなっているかどうか、ここをチェックしてほしいんですね。言霊に触れた時の、広がり、なんかなんとなく言葉を聞いたっていう、まあ、レベルが、例えばレベル1だとするならば、その言葉の意味がハッと一瞬でこう広がりを持って理解でき、それがポジティブな言葉であれば、よりこうポジティブな臨場感というものを感じられるいうふうに、まあ発展していたら前よりも向上してますよねっていうチェックができます。まあ逆にネガティブな言葉を聞いた際に、これはネガティブであるということで、こうネガティブな言葉ほど人間で影響を受けやすいんですけども、ネガティブな言葉を聞いた時にこう嫌な気持ちにとらわれちゃったりとか、逆にそっち方面に強く引っ張られるようだと、やっぱりそのこう跳ねのける力ね、そういう霊的な干渉を跳ねのける力が弱いので、そうなってしまうので、逆にネガティブな言葉を聞いてもブレが少ない、ね、ネガティブに引っ張られないっていう部分をチェックすると、今度はその強さ、悪いものを跳ねのけていくっていう強さが向上しているっていうのがチェックできます。で、このようにですね、言霊を使って、まあ、チェックするという方法が一つあります。で、二つ目がノイズチェックですね。ノイズチェックって何かというと、まあ簡単に言うと雑念とかですね、心の中の雑念、まあこれは普段から瞑想とかをしていると気づけると思うんですけども、最初は本当に ノイズってね、誰にでもあるんですけども、本当に本当にごちゃごちゃしていて、例えるならばもう頭の中ってゴミ屋敷みたいになってる場合があるんですね。もう本当にどうでもいいようなノイズがいっぱいあると。で、これが少しでも減って、あんまりしょうもないことがひらめいたりとか、
しょうもないことを考えてしまうという習慣が減ってるなっていうのを感じられるようだと、結構冷静向上しているというふうに言えますね。逆にノイズだらけで、ずっとノイズだらけで、もういつもいつも関係ないことを考えていると。いつもいつも集中力がそがれているというような状態だと、ちょっと冷静が曇っているというふうに判断できるかなと思うので、前よりもちょっと雑念減ったかな。ね、いきなり無になるとかね、雑念が一切消えるっていうのは難しいと思うんですけども、前よりはなんかちょっとあんまり余計なこと妄想しなくなったなとかね、今までいろんなこと心配しちゃったり気回しすぎちゃったりしてたのが、そういうのなくなってきたなっていうふうに気づけると、あ、少し向上してるのかなっていうふうに、まあ、確認できるということですね。これが2つ目、ノイズチェック。で、3つ目はですね、心のブレをチェックということで、まあ、これは何かというと、まあ、結局、言霊チェックにもノイズチェックにも関わってくることではあるんですけども、心がブレにくくなったかっていう部分ですね。ブレないというのは心変わりしないとか、そういう意味ではなくて、いろんな意味で、自分の中のしっかりとした信念というかね、考えとか意志というものがちゃんとブレづらくなって、貫き通せてる。つまり、有言実行とかね、あるいは自分の決めたことをきちんとできているかっていうところで、ブレにくくなってるかっていう部分をチェックしてほしいんですね。やっぱりですね、我々の中心にあるのは魂といって、まあ、主体的な意志がですね、本来あるんですね。その主体的な意志にのっとって、私たちは、この根性の中でいろんな表現をしていくし、創作活動をしたり、いろんなことをしながら生きていくわけですね。それそのものが、まあ、人生の意味というふうに、まあ、スピリチュアルでは考えているわけで、そのあたりをちゃんとブレずに生きてますか？なんか常に何かやってることが矛盾してるとかね、いつも気分や感情で考えが変わってしまうという場合には心がブレてると言えるわけなんで、そういうのが減ってきてるなというところをチェックしていただけると、自分の冷静向上が果たされてるかなという部分が確認できるかなと思うわけですね。なので、まあそういう今言った言霊チェック、ノイズチェック、心のブレのチェックというね、3つのポイント、もっといろんなチェックポイントはもちろんありますけれど、あんまり多いとね、何チェックしたいんだっけって迷ってしまうと思うので、まあ一応3つぐらいに留めて、まあこの中の3つのうちのどれが1つでもいいので、たまにですねやってみるとするとですね、自分がどの程度向上しているのかな、あるいはどの程度というか、まあ向上したかどうかね、何か変わったのかなっていう部分が自分なりに確認できないと、途中でなんかこれ意味あんのかなみたいなね、いうふうに心が折れてしまうこともあるので、特にその冷静というものについて、自分自身向上していこうとかね、思っていらっしゃる方はですね、この3つのポイント、3つのチェック方法を試してですね、時々自分を振り返ってみるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回もシコスピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。